やほこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はフィーンの新曲、オミョヘを皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。韓国語でオミョハだっていうのが奥深いみたいな意味があるんですよね。はい、妙だ、不思議だ、なんかいろいろ出てくるんですけど、はい、オミョヘという楽曲ですね。聴いていきましょう。すごいファンタジーだね、映像もね。結構エッジボイス絡めてきてるよっていうところと、ダララララダラっていうこの上から撮るような瞬間が出てくる。ダラダラダダダダダってこう2箇所ね出てきますね。で、そのね2箇所出てくるその間にもなんかちょっとやってんだよね。In your eyes、 うん、揺らしてんだな、これビブラートかけてますね彼女ね。No poker face、こういう感じでスピードがパーンと上がった瞬間にまた今度落ちて、スピードが落ちてってエッジボイスに絡めて発音していくっていう。No poker face、 こういう感じですね。ダラダラダダダダダ、上から撮るわ、いっぱい出てくるんだろうなこれから。めちゃくちゃセクシー。結構あれだね、抑えて歌ってるんだね。あんまり張らないっていうかね。で、前回のなんかね、ウォーターカラーの時のメロディーがなんか入ってる気がするんだけど。ここ。ダンダランダランダンダン、ダンダランダンっていうウォーターカラー、そんな感じじゃなかったでしたっけ？そことすごいなんか被るメロディーだね。とかすごいね、なんか今回お花がすごいテーマなのかな。めちゃくちゃメルヘンなんだけど。マムマレジョ、うん、音取り細かいよね。うん、この絶妙なおしゃれなメロディーね。この stand、 ここですね。 I can stand、 I can stand、 ちょっと入れるんですよ声を。 I can stand ってこう裏声の軽いままじゃなくて、ちょっと地声っぽいの入れてくる感じね。ここちょっと重たく。ここやばいね。この上からさ落ちてくじゃないですか、音程が。彼女の薄い声と下に行った時の重たい結構低めのトーンの声ですね。これにだんだん切り替わっていくのをめちゃくちゃ楽しめる。You make me happy、 こういう感じの、うわー最高だな。ハッピー、うん、こう割としっとり静かに歌っているようなフィーン様も、やっぱりこうどこかおしゃれな雰囲気があって、そこがやっぱりこの音の多さっていうかね、彼女がとっている音程変化の多さっていうところはかなりね貢献してるんじゃないかなと思うんですけど、さらっと歌ってるようで結構動かしてんだよね。そうですね、やっぱここ上から撮ったり、その上から撮る技術の合間にビブラートかましたりとか、やっぱここすげえやってんな。アンミョンへ、こういう感じでエッジボイスかける。
タラララララタラ、ここですね。タラララララタラ、ここでビブラートかけて、後ろもガンガン上から取る。これやばいよ。うわ、きれい。ここやばいな。この、Oh, I don't, I don't, I で、うわっと膨らます音。Oh, I don't know your mind. こういう感じ。めちゃくちゃ美しい。パーパパンっていうこの音取りですね。細かいよね。ここがさ、ここがフィニなんだよね。これ聞いて。ラララララララって、ここに落ちていくのがさ、めっちゃフィニっぽくない？いかついね。本当にもう最高ですね。マジで柔らかい。本当にずっと柔らかく歌ってる。Talk to me softly. めっちゃ柔らかい。めちゃくちゃビブラートも綺麗。このちょっとささやいてる系なんだよね。これたまんないよね。ここでね、息漏れがバーッと出てくるのがまた最高だね。いやでも一貫してテンション上げないね。ここいいね。このタッタって落ちずにタッタッハって上がるのがね、おしゃれなんだよな、この音の取り方が。最高じゃない？上から取って、柔らかいんだけど、やっぱこういう細かい音程変化も柔らかい中にちゃんと入ってくるってのがすごいよね。筋肉の張り感に頼ってないっていうか。すげえ綺麗。このね、めっちゃ綺麗だって私がさっきからずっと言ってる理由がここにめちゃくちゃ隠れてて、語尾聞いて。しかにってこうやってオフってくんですよ、音を。しかにってただ言ってるじゃなくて、しかにオフってく、これが丁寧なのね。しかにちなちな、全部オフってってるでしょ。ほんとにちょっとだけ音膨らませる、ここ。すんがにくり。すんがにくってこういう感じ。すんがにくりこよ。こんがぴょーるっておよ。ぴょーるっておるって。一回切れてるんだよ。一回声帯の振動が止まって、音が止まってるんですが、そこで息止めずに、次のルッテは声帯振動が、ここで振動が始まって音が作られた状態なので、ずっと吐いてる状態なんですね、これ。タラララララッタってこうやって切ってないんですよ。タラララララッタ、切れるけど、切れるけど息は切ってないみたいなね。音は切れてる、声帯振動は止まっているけれども、息は止めてるわけではないので、すぐ滑らかにルッテに入っていく。こういうね、こう一見自分はやらないなっていう表現とかを見つけてもらうとね、みんなすごく面白いと思うんですけど、上手な方からすごく学べるなと思うのは、なんて言うんだろう、自分が普段やらないような技術をやっぱりすごくね、入れてきたりとかするんですよね、人によっては。でまさに今フィーン様はすごい、このなんて言うのかな、切るという作業に対して新しい切り方というものを私たちに
に教えてくれてるわけですよ。ただ息を止めて切るではなく、息を吐きながら声にはしない瞬間を作るみたいな、言葉では切るという表現にはなるんだけど、でもやってることって全然違うぜっていう、このバリエーションの多さはやっぱすごい勉強になりますよね。すごいね。お衣装がすごいんですけれども、お花畑でね、そしてめちゃくちゃメルヘンな世界観だね。この抜き方。このさ、every day の day がね、ちょっと遅くなるのがめちゃくちゃ好きですね、私。おしゃれだよ、本当に。このさ、力を抜いた状態でもいろいろできるってやっぱ強いよ。張ってないとできない、何々じゃないとできないとかじゃないじゃん、もうフィーン様って。もうなんか常にどんな状態の声を出していても自分の思い通りに声を出せるよみたいなのが、もうこれだけでも見えてくるよね。あんまりこう強く発音しない感じも、なんかすごいね、こうゆったり聞けるというか、力抜いて聞けるなっていう感じ。美しくない？待って、フィニちゃん美しいよ。うわ、待って、そういうこと？わお。いやー、美しいわ。人芸術見せられたなっていう感じ。本当に。フィニ様のこのかっこいいだけじゃない、ちょっとメルヘンな世界。結構バッチバチに見せてなくても、やっぱこれだけなんだろうな。彼女の世界観が表現できるってやっぱすごいよね。私が喋ってない部分、そこまで拾いきれない部分っていうのも、彼女はたくさんね、技術を入れていて、もうそのね、技術量の多さもそうだし、あとは体の状態ですよね。この声帯の状態が、いかにこう力が抜けていて、フリーになっているか、自由な表現、自分がしたい表現がすぐできる状態になっているのかっていうね、そこはもうやっぱ強いな、プロだよな。絶対張らないもんな、この曲ね。いい、なんかそういうこう決められた世界観の中でもバッチリ表現してくる感じが最高でございましたね。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。さすがのフィニ様でございました。ありがとうございました。